でも楽しいな、小さいツムっていうのいいね。Hey, what's up, guys? どうもヒデです。最近さ、いろんなことに挑戦していってて、それがね、すごい俺の中で楽しいよ。なんか新しいことに挑戦するっていうのは本当にワクワクするよね。もうね、今までずっとなんで同じことばっかやってたんだろうって思う。すげえ楽しいよ今、毎日ワクワクしてる、そんな感じだ。てなわけでさ、また新しいの買っちゃって、これマジッククリスタルっていうやつなんだけど、これさ、なんか10日でクリスタルが育つっていうんだぜ。やばくないか。ほんとさ、これ面白そうなんだよね。しかもその形もさ、全部バラバラなんだって。やばくね。もうオリジナルだぜ。完全にオリジナルのクリスタルが自分で作れるんだよ。しかも10日間で、たったの10日間で。やばくね。これいいよね。これ明日から育てていくんだけどさ、楽しみだよ。ちなみに色はね、決まってるらしくて、ピンクです。ほら、ピンクでしょ。さてと、もしもし？もしもし？うん。あのさ、あとでかけ直すから。今日さ、ご飯さ、何がいい？何でもいい。なんで？それが一番ね、困るの。今撮影中だから、あとでかけ直すから。何分後？5分後にかけ直すから。おお、見てくれよ、これ。小さなツムツムだって。今月の新ツムを使って合計200万点稼ごうって書いてあるよ。ワンプレイでのコインの獲得上限は1万コインですって書いてある。ハイスコアやプレイ履歴などには反映されませんだって。小さなツムツム。やべえ、こういうさ、新しい刺激大好きなんだよね。やってこう、やってこう、やってこう。オッケー、フルアイテム使っていくぜ。どんくらいいくかな。わかんねえ、わかんねえ、ワクワクするぜ。おおおちっさ。これ繋げるの逆に大変じゃね。うえ。おお、たまった。これもうタイムボムとか出ないな。出せねえよ。もうひたすらさ、たくさん消していくって方向でやった方が良さそう。うえ。やっば、おお、たまった。いいね、いいね。面白い。やっぱこういうのいいよね。こういう刺激が欲しかったんだよ。そうだよ。この刺激がね、いいよね、ほんとね。どんくらいがペースいいのかよくわかんねえけど。とりあえず200万点なんてのは雑魚だね。余裕でクリアできるよ。てかちょっと待って、ボムを消してないんだけど。まずいよね、これ。ボムちゃんと消さなきゃ。うぅ。それもあるから大変だわ。あー、ボムが消えないよ。よし。ボム消すのでタイムロスしてるじゃん。でも楽しいな、小さいツムっていうのはいいね。このモードでずっとやってきたよ。もう最近飽きてきたからさ、このモードの方が全然いいぜ。これできるんだったら普通にさ、アイテム使ってさ、できるようにしてほしいわ。あれ、これもしかして、もしかして、もしかしちゃう、もしかしちゃうんじゃないですか、これ。うわ、 1000 万超えたぜ。うぅ。まだ26秒もあるのに1000万超えた。いいね、やっぱこれ楽しいわ。スコアインフレになっていいね。楽しいよ。いや、でも時間少ねえな。こっから粘って3000万点ぐらい来てんだけどね。それはちょっともう無理。この状態ではもう無理ですか。そんな諦めていいんですか。さあ、終わったぜ。あー、どうなる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 。とりあえずコインは7200だって。思ったより少ないね。さあ、得点はどうなるんでしょう。得点はどうなるんでしょう。どうなるんですか。オーマイガッド、2600だよ。いや、惜しかったね。でもまあ、こういうの面白くていいよ。全然いいよ。小さなツムツム、もっとやれ、もっとやれって感じ。アイテムもっと増やしてやってくれよって感じ。カミングスーンじゃなくてさ、もう小さくさせるっていうやつを入れてほしいぜ。1万コイン使ってもいいからさ。そう思わない？はい。もしもし。何？あのさ、電話かけてこないじゃん。撮影中だったから。あのさ、ペペロンチーノ好き？好きだよ。じゃあペペロンチーノにもう作ったから。じゃあ好きか聞かないでよ。じゃあね。ペペロンチーノか。こうね、最近いろんなことをやってみて、楽しいこと。もう毎日すごい刺激的だよ。ただ、そうなってくるとね、俺このまま年内で動画やめていいのかなってちょっと思っちゃったりもするんだよね。
たださ、行っちゃった手前さ、俺もさ、やめなきゃいけないような感じになってるじゃん。だからさ、このままじゃいけないと思うんだよね。もし続けるんだとしたら。もし続けるんだとしたら、やっぱ何らかのさ、罰ゲームを自分自身にも与えなきゃいけないよなって思っちゃうし、なんでそんなこと言ったんだ、俺たちを振り回しやがってみたいな感じに思ってる人もいるかもしんないから、中には。だからね、ちょっとね、今ね、俺の中で葛藤が続いているよ。ここに来て葛藤が続いているよ。やっぱね、こう、今までさ、何年もやってきたことをさ、やめるっていうのはすごい難しい判断だよね。本当に悩ましいことだよ。うん。こう、いろいろね、まだまだね、やりたいことが多すぎてさ、それをやらずにさ、終わるっていうのはちょっとね、俺の中では、あれだよな。悩ましいとこだよ。ということで、今日の動画はここまでになります。また別の動画やライブでお会いしましょう。チャンネル登録しない人はチャンネル登録お願いします。Thank you for watching, bro! And see you next time! And please subscribe my channel! Bye!